はい、では大氷試練の続きやっていきましょう。前回はですね、先ほどお話したように桶狭間の戦いをお届けしました。で今回はその続きになるんですけども、まず最初にネネと、結婚する運びのところですね、やっていきたいと思います。でそうするとですね、まずは商家に行って、小一郎、木下小一郎ですね、後の豊臣秀長、大納言秀長になる弟の小一郎のところですね、腹違いだったとも言われてますが、この木下 小一郎の方に会いに来ましたというところです。結婚することにしたということで、相手は武家の娘でねねどというとこですね。この小一郎というのは実に温厚な人だったらしくてですね、秀吉と、他の大名衆との間の、取り次ぎ役的な調整役的なそういった役を、担っていた重要な人だったというふうに言われています。ではこれで一旦自宅の方に戻りましょう。でここで5日以内に登場しろって言われてますね。先ほど今川の家臣岡部元信が殿に面会を申し込まれましたぞということですね。で、吉本の首を確かにですね、交換するっていうところをこの岡部がやったらしいです。でそれと引き換えに城を開城すると、城を引き渡す代わりに吉本の首を返してくれというねところですね。そうですね、この鳴海城を、織田に引き渡すんで代わりに吉本の首を返してほしいというところです。ではまずは自宅に行きましょうと思ったら先に表情に行けということですね。では先に表情に行きましょう。さてここで斉藤道三の話が出てきましたが、攻略目標を美濃とするということですね。ただし美濃攻めをするにあたって岡崎というかね、三河の方にこう好意の憂いを残したくないということで、松平元康は吉本の軍師大元節斎の愛弟子敵に回したくないなというところで、これで織田徳川同盟がおそらくなるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、松平けど同盟を結ぶ、徳入ってまいれということで、徳姫がこれで元康の嫡男竹千代に腰入れというところが今ストーリーとして進行してます。ご存知の通りこの後家康の嫡男信長に武田に通じたんじゃないかっていうね、謀反の疑いをかけられて切腹をねさせられてしまうというところなんですが、それはおそらくもうちょっと先のね話になるんじゃないかなと思います。お、ここで猿の働きを認め足軽大将に昇進というとこですね。よしよし、順調ですよ、ここまでのところは。さあ軍備を行いたいというところで意見してですね、意見が通ればそれだけで功績が上がるんで、意見は積極的に言っていきたいなと思うんですが、ここは意見は入れられませんでしたね。そうなったらそうだな、どうしよう、兵糧購入でもしますか。また3000貫与えるんで8000石ということですね。3000石分で何か買える分だけ買っておきましょう。
さてではここで自宅に行って利家が来てますね。おう、利家の妻松、これも利家と松で大河ドラマになりましたよね。おう、これからは家に帰っても一人ではない、ねね殿がいてくれるのですなとなってますけど、まさにねこれなんですよ。タイに遊びに来た時に結局まあ今回ミカミックス同行してないんですけど、ミカミックスが仮に同行してたとしても、まあ基本夜はもう一人一人勝手に行動し始めるんで、ホテルに当然一人で帰ってくるんですね。ホテルもまあ別々に取ってますんで、そうなるとね結構寂しいんですよね。特にこのちょっと大きめのホテルに一人で夜海外で過ごすっていうのはねとても寂しいんで、やっぱりねちょっと一緒に話してくれるような女の子を追い求めていろいろと夜の街を徘徊するわけなんですが、今日もねもちろん徘徊に出ようかなと思ってますんで、先ほど冒頭お話したようにちょっとねビデオカメラなんかを持って夜の街の様子だけになってしまうと思うんですけども、バンコクって今こんな感じだよ、こんなに活気あるんだよっていうところをですね、まあ少しでもお見せできればいいかなと思ってますんで、もしね、タイの方に遊びに行きたいよとか遊びに行く予定あるよっていう方いらっしゃれば、少しでも参考にしていただければ嬉しいかなと思います。さあ唐突ですが、ここで商人に興味はありませんかと、伊藤宗十郎から商人にならないかってそういう誘いなのかな。こうして、木下藤吉郎は前田利家夫妻を売借人として浅野長勝の養女ねねと結婚したというところですね。苦労人藤吉郎にようやく訪れた春であったと、まあ、本当にこの恋愛結婚いいですよね。ではしばらくこの後はイベントは特にないのかなと思いますので、おそらくこの後は美濃攻略というところで、そのまた一夜城とかそういったところになると思うんですけども、しばらくの間はですねまたお金貯めと、あとは兵糧を売って、鉱石を貯めるっていうところをねやっていきたいと思います。じゃあちょっとそのあたりをさささっとやりつつですね、あとは修行系とかもちょっとやっていきたいなと思いますので、ちょっとそのあたりね、まだちょっと今回第4話目というところで序盤なので、このまま皆さんにはお付き合いをいただいてですね、おいおい、まあこういう部分に関してはある程度スキップスキップをしながらっていうのもね考えていかなきゃいけないかなと思いますので、今回はちょっとこのままね垂れ流しになってしまうかなと思うんですが、タイの話をしつつお付き合いをいただければ嬉しいなと思います。じゃあ昨日何してたかっていう話なんですけど、まあ、現地時間のですねだいたい8時前ぐらいに、まあ、夜の街に繰り出していったというところなんですけど、だいたい僕が行くところはですねもうほとんど決まってまして、それこそですね主に3カ所マニアカーボーイっていうところとですね、あとティーカフェっていうところとですね、あとはハヤハンプラザっていうところですね、まあ、この辺りに、まあ、入り浸っているというところなんですけど、昨日も実際ね、それらの各ナイトスポットをパトロールという名のもと徘徊していったわけなんですが、やっぱりね、本当に可愛くてセクシーな女の子たちをねめでながら飲む酒はね最高にうまくてですね、やっぱり家で自宅でね奥さんとかいる前だとなかなかこう酔っ払うほど飲むっていうことはほとんどないんですけど、ここでねその綺麗な女の子たちを見ながら、腰を揺らしながらね体を揺らしながら踊ってる女の子たちを見ながら飲む酒のうまいことうまいことというところですね、もうガビガビ飲んじゃうんですね。ちなみに今もですねもう朝からセブンイレブンで買ってきたスミノフを飲みながらちょっとねプレイの方してるんで申し訳ないなというところもあるんですが、
本当にタイの気質っていうのかな、自由な感じっていうのはね、とってもいいですよね。日頃の社畜生活に疲れてるんで。で、まあ、何個かお店を徘徊して、いつもはですね、まあ、顔を重視して女の子を声かけてるんですけど、まあ、今回もね、やっぱり顔を重視しつつ、ちょっとノリの良さそうな優しそうな子ですね。やっぱ癒しを求めてるんで、優しそうな子を求めてね、声をかけてきました。で、まあ、だいぶ長いこと一緒にいてくれてですね、すごい癒しを受けたんですけど、またね、その子と再会したいなと思って連絡先は交換してあるんで、なんとかね、また再会して一緒に楽しい時間を過ごせればいいなと思っています。で、今ちょっと井の口の町に来てますんで、ここで兵糧を購入していきましょう。3000石買うと、とても買えないので、どうしようかな。3000石だと1590貫。まあ、いっか、これで。ちょっと待ってくださいね。今回のそもそもの種名を、兵糧8000石購入でしょ。8000石ってかなりお金かかりますよね。なのでここはまあ半分の4000石だけ買って、それで許してもらいましょうと思ったけど、3000貫もらってるんで、どうしよう。ああ、間違えた、そのまま買っちゃった。もう1000石だけ買っときましょう。これでいいでしょう。これで信長様からもらった3000貫分のお金を使ったことになりますからね。ちなみに算術の修行を何回かしてるので、大当たりは出しやすくはなってきてます。で、お金はたんまりあるんで、一旦信長のところに行く前に交易をガチャガチャとしときましょうか。あとは商家に来いって言ってましたよね。なんか商人に興味ないかみたいなこと言ってましたからね。ちょっと商家に入ってみましょうか。あ、そうか、井の口の町じゃなくて清須の町でしたね。清須の町の方にじゃあサクッと移動しましょう。では商家に行って、そう、この伊藤宗十郎さんですよ。商人についてじゃあお話してください。ではまず商人とは何か、また商人になる方法についてお話しましょう。いやー、商人になれるものならなりたいですよね。まあ、僕は万年ヒラリーマン目指してるんで、まあ商人になれるかっていうとなれないんですけどね。下手にその頑張って出世して仕事量が増えて、勤務時間が伸びるぐらいだったら、もう万年ヒラリーマンでいいやっていうね、そういう選択肢を今しつつあるんですけど、まあでもそういう生き方がね、あってもいいんじゃないかなと思うんですよね。もちろん仕事を頑張ってるね、がむしゃらに頑張って出世して部長になってとかっていうね、そういうのを目指すのをもちろん否定するわけではないんで、全然いいと思うんですけど、まあ、僕としてはね、もう少しやっぱり、奥さんと過ごす時間だったり、今回みたいに、タイにのんびり遊びに来たりできる時間っていうのもね、人生にとって大事、すごく大事なんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味ではね、仕事はまあそこそこ、それなり、平凡に頑張ってですね、頑張るんですよ、一応頑張ってですね、万年ヒラリーマンで、責任はそこそこ、仕事の成果もそこそこ、それでね、まあ、定年までとは言わないまでも、まあ、55歳ぐらいまで働いたらですね、あとは、のんびり自分の好きなことやって、奥さんと一緒に楽しく残りね、人生過ごせたらいいなーなんて夢みたいなことを思ってるんですが、まあ、ここではどうやら商人になるためには信長様のもとから一度出奔しなきゃいけないということになってますんで、まあ、それはちょっとね、まだやめておきたいかなと思いますんで、ここは算術指示を受けておきましょう。15日15巻ですね、20日必要で15巻ということなのでやっておきましょう。これもね、結構どんどん難しくなるんですよね。4になるようにしましょうということですね。じゃあ
8-4×1、全部で9になればいいということなので、じゃあどうしようかな、7+3-1 とかね、まあ、こんな感じでやっていくんですよね。じゃあこれは 5-1+3 と、最初はねもっと簡単だったんです。今回あれが入ってきてますよね実際。そしたら 7+3÷2 割り算、お 7+3÷2、 なんで 7+3÷2 10、2で割ったら5じゃないの。ああそうか、バカやった、先に割り算のところが来るんですよね。俺小学生の頃とかね、よく間違える引っ掛けで出てきましたよね。お恥ずかしいところをお見せしてしまいましたけど、お、今度は割り算だな。そしたら、今度は間違えないようにしましょう。4÷2 で、違う、4÷2 だから、2だから7ですね。7+4÷2、これでどうだ。で、これでまた算術の技能が下がりましたということで、引き込みの合戦の時に使える、戦法を身につけましたという、まあ、こんな感じでね、どんどん、戦法とかね覚えていけるっていう感じになりますね。でこの引き込みの効果は消費特技数は4で、戦場制限としては野戦になってますね。同じ兵家の敵が隣接している場合に金で、自分の備えに引き込む、実行する備え対象の算術技能、弁舌技の名声が高く悪名が低く、対象となる備えの備え対象がその逆であるほど成功すると書いてます。さあここで、東吉郎様、お師匠上司の成田長安が長尾家を裏切って北条家に寝返りましたというところですね。まあこのお師匠の戦いとかっていうのはね、秀吉が小田原攻め北条攻めをするときとかにねまた関わってくる可能性があるんで覚えておきましょう。のぼうの城とかでねフューチャーされたのが今出てきたお師匠になりますね。ではまた京都の町に移動しましょうか。そしたら交易品があるので交易品を売りさばきましょう。おう、何も買ってない、買うのを忘れたんだな。だったらまたここで茜を買って売りさばきましょうと思ったら36しか買えないか。だったら無駄なんでやめましょう。で代わりに道場でも行ってみますか。京都の町の道場といえば吉岡道場ですよね。33元堂の戦いとかね、宮本武蔵でありましたよね。じゃあ人物情報で吉岡憲法をちょっと見ておきましょう。年齢26歳。でじゃあ武芸指示に、剣豪の噂、ちょっとこれ見てみるか。新しい武器を手に入れた時は装備を忘れなく、武具鑑定。あ、そうなんですよ。なんか街行く人からいきなり買いませんかって声をかけられてね、何なのかよくわからないまま買ったんですよ。で鑑定士のところとかにいろいろ持ってったんですけど、結局誰もわからないって言われて、今ここで初めて何か正体不明のものを買ったんですが、それが武具だということが分かりましたね。あ、鎖鎌か、なるほど。飛んだものを掴んでしまったらって、これかなりの粗悪品のようですね。いやー、そういうこと。じゃあここで武芸指示でも一回してみる。いや、手合わせしてみよう。東吉郎はね、しかも体力がちょっと減ってる、決して強くないんで、結構ね1対1で戦うと負けますね、山賊相手でも。なので常時お、なんか使ってきたぞ。うわ、食らってるし、めっちゃ食らうじゃんこれ、すげえ強え。東吉郎は非常に弱いんで、三塚相手でも負けてしまうことがあるんで、常に用心棒を雇うようにはしてます。でここで越後に亡命中の関東から、上杉、これは義政だったかな、
ちょっと間違ってたら皆さん訂正してくださいというところですね。でこれで上杉家を謙信が継ぐっていうところですね。そうなんですね。この小田原遠征の後に鶴岡八幡宮において関東管領職を拝命したというふうに言われてますね。じゃあちょっと石田区に行って、病気の治療をしましょう。で養老購入はもう終わってるんで外に出ましょう。そしたらやっぱり道場で武芸指示を受けようかな。15日で5巻ちょっとやってみましょう。何やらなきゃいけないのかちょっとミニゲームの内容がわからないんですが、結局これになるのね。これ苦手なんだよな。藤吉郎自身が弱いっていうのがね最大の理由なんですけど、そしたらここで秘技強襲銭投げ、ちょっと銭投げしてみよう。何が起きるんだろう。なんて、何、銭投げってそこに人を集めるっていうだけね。俺自分のところに集めるだけじゃんこれ。最悪だ、バカすぎるバカすぎるなこれか。なんてバカなことをやったんだ。銭投げって銭形平次的なものをイメージしたんですけどね。さあでは兵糧購入がもうそろそろ締め切りが迫ってきてるので清洲城に戻りましょう。いや今のはバカだな本当に。銭投げなんでちょっとちゃんと説明をね読めばよかったんですけど、銭形平次的な感じで攻撃してくれるのかなと期待したらとんでもなかったですね。ちょっと13日まで兵糧購入の達成まであるので誰か訪ねていきましょうか。そうだな、浅野長吉とか行ってみますか。では茶席、あ、茶器を持ってないとダメなんだ。なるほど、弓術鉱山こういうのがもらえると、これ結構重要だな。そしたらそうだな、欲しいのはやっぱ算術系欲しいですよね。多忙だから断られるっていうのはまだ親密度が低いってことだな。もうちょっと仲良くならないと教えてくれないんですよねきっと。結構断られるな、やっぱ藤吉郎クラスだと。藤吉郎では無理か。もうちょっと下から攻める。そしたら山内和豊も大河ドラマになりましたよね。まあその後は土佐一国をね関ヶ原の戦いの功績で得ていくわけなんですが、幕末はねこの逆に砂漠派から倒幕派に変わって倒幕のね一条を成した土佐藩の初代藩主になるんですよねこの山内和豊は。じゃあその和豊の関ヶ原の戦いの功績って何っていうところなんですけど、和豊は小山評定、この小山評定っていうのは徳川軍、まあ家康率いる、まあ上杉討伐軍征伐軍っていうんですかね、それに対してこう三成が大阪で挙兵をするんですね。その時に家康がこのまま上杉を叩くのか、それとも西に転進して三成と戦うのか、
まあ、そういうね話をしたのが小山評定なんですが、その小山評定の中でですね、まあみんなどうしようって疑心暗鬼になるんですよね。実際三成の方はというと、いろいろとその大名衆たちの妻とか子供とかを人質に取っていたので、このまま徳川についていていいのかっていうね思うようなこともあったんだと思うんですけど、そういった背景もあってどうするかっていう話を家康がした時に、この藤吉郎、山内和豊は、当時掛川城だったかな、ちょっとごめんなさい間違ってたら申し訳ないんですけども、差し出すとまで言ってですね、家康に味方するって話をするんですね。で関ヶ原の本戦の時には家康の近くに布陣していて、戦闘にはあまり参加しなかったようなんですが、今言った一番最初に城まで差し出して家康殿に味方するっていうのをね言ったことによって、家康の近くにいたというか、その上杉討伐軍に参加していた武将のことごとくが徳川に味方をして関ヶ原の戦いの勝利に導いたっていうね大きな功績が認められて土佐一国を配慮したというのが山内和豊ですね。はい、というところでですね、今回はじゃあここまでにして、次回はですね少し、進めておいて1561年になったらですね角又築城のイベントが始まっていくかなと思いますので、そこまで進めて次回1561年からお会いできたらいいかなと思ってます。というわけで今回はここまでにしたいと思います。